どうしたものかね。どうしりゃいいんだろう、これ。危険物もないところでこんな風に追いかけられても、どう、死ぬしかないよね。はい、皆さんこんにちは、ピカです。 Days Gone やっていくよ。よし、薬をバイクに積まなくては。あっちじゃが、あこになんかいる。待て、これもここにおびき寄せる。おい、行け。なんでだ？なんでだ？なんかこのステルス納得いかんよね。俺今走ったっけ？しゃがんで近づいたつもりなんだぜ。目標物までまっすぐ行けや。横も目見えてるってことか。やっぱりさ、なんだよ。またやってみっか。ほんとなんかな。なんかこのステルス、あまり好きになれない。まあラストオブアスみたいにコツあんのかな。ラストオブアスもね、ステルス最初全然ダメだったんですよ。まあ、後半はちょっと分かってきたけど、まあ、これだろ、乗っけろや。どうやって乗っけんだ、これか。これに積むの、違うよね、あっちだよね。なんだこれ、どうやればいいんだ。四角ボタン、あこれか、 OK。 バイクと同化してた。でどうやって乗るの、四角か。ドリフトそんなもんできねえよ。制御だけで精一杯だよ、この操作性ね。操作性ちょっと悪すぎって書いてあったな。ぐにゃぐにゃ、みんなぐにゃぐにゃなってるみたい。R2 で加速中に丸を押してドリフト。ターン中にドリフトするとコーナーを素早く曲がることができる。頼むからレースっぽいのやめてくれよ、この操作性で。そのドリフトが出るってことは、ドリフト、これ、おっと待った、速度が落ちたぞ。どこどこ、降りる気かもな。何、どこどこ。あ、シャレになってね。こっちか。ヘルメットしてるし。研究
者がこんなとこで何してやがる。近くに行って確かめてみるか。よし、静かに行かねえと。ネロ、兵士や調査員は特殊な防御スーツを、着ているため攻撃が効かない。はい、ちょっとね、地位ちっちゃくてぼやけてるから感じ違うかもしれない。ステルスとマーカー、上で双眼鏡を使用中に R2 に敵をマーカーつけて追跡しやすくすることができる。人間の場合はその、はい、これ読んだ。使ったらおしまいだからね。茂みの中にいるよ。見つかるねえな。茂みの中、茂みどこにあんだ。ちょっと見えないね。上登れねえの。気分が悪い。こっちから行けってことなのかな。で、今何すんの。後をつける。くそ、雨だ。石を投げて注意を引きつけるか。あ、これで、あっち行くの？こんなところで何やってるんだろうな。いい、黙ってどうかしら。この道まっすぐ行くんだね。あいつがあっち行ったら、行け。で、こっちには、いるぞ。一体どれだけかかるんだ。違うか。わかんないけど長すぎる。こっちから行ける？あ、行ける。あとどれだけやるんだ。知らない。先生の仕事が済んだらでしょ。おい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 。見っかんねえよな。で、どこまで行きゃいいんだ。
こっちも行けんのか。これステルスできねえな。武器は効かないと思うけど。フィールドノート2000。推定規模500から600の移動集団を追跡した結果、対象の休眠地点を確認した。ご苦労様です。23地区担当は俺たちか。いいえ、オブライアンよ。了解。オブライアン。どこまで行った。対象の休眠地点を確認。場所はハイデザートグロット。指定地区15よ。入り口で踏みつけられた草木と足跡を確認。写真を添付した。しばらく使われていたようね。きっと快適なんだろうな。オブライアン少尉が設置したモーションセンサーによると、約447の対象が今朝この洞窟に入った。19時以降に追加調査班を派遣し、洞窟内部のさらなる状況分析を推奨する。調査対象が原始的状態に回帰して夜行性と化したというアンダーソン博士の説が現実味を帯びてきた。以上。中井はオブライアンだ。危険すぎるわ。対象の数は400以上。しかもそこらのフリーカーとは違う。ステージ3なのよ。ひょっとしてサラも生きてる。いや、まさかに入るって。はずはない。ちょ、調査員から離れすぎている。どこ行くんだ。ちょっと待って、どこ。お前聞いてるって。ああ、ちょっとぼーっとしてた。注意を引きつけるか。フィールドノート2000。推定規模500から600の移動集団を追跡した結果、対象の休眠地点を確認した。明日の23地区担当は俺たちか。いいえ、オブライアンよ。了解。オブライアン。どこまで行った。対象の休眠地点を確認。場所はハイデザートグロット。指定地区15よ。入り口で踏みつけられた草木と足跡を確認。写真を添付した。しばらく使われていたようね。きっと快適なんだろうな。オブライアン少尉が設置したモーションセンサーによると、約447の対象が今朝この洞窟に入った。19時以降に追加調査班を派遣し、洞窟内部のさらなる状況分析を推奨する。調査対象が原始的状態に回帰して夜行性と化したというアンダーソン博士の説が現実味を帯びてきた。以上。中井はオブライアン。危険すぎるわ。対象の数は400以上。しかもそこらのフリーカーとは違う。ステージ3なのよ。ひょっとしてサラも生きてる。みたいに眠ってる。いや、まさか。まあ中に入るって言っても俺はごめんだが、眠ってるわけでもない。冬眠状態よ。冬眠中のクマを起こしたことはない。じゃあ冬眠中のフリーカーは。ああ、俺はホワイトキング行動の生存者だからな。嘘でしょ。仲間の体が引き裂かれるのを見た。このスーツもフリーカーの前では役に立たない。なんてこと。辛かったでしょ。ああ、ひどい任務だった。そういうわけで中には入らないわ。この洞窟を塞げばひょっとして奴らの数を減らせるか。どうかしらね。洞窟はたくさんあるし。さあ、行きましょう。洞窟を塞ぐ。余計なことしてんじゃねえぞ。あとどれだけやるんだ。知らない。先生の仕事が済んだらでしょ。ここでどうすんだ。あ、戻るの。どう戻るんだ。いけるか。こんなところで何やってるんだろうな。いいから黙って。こっから行けんの。時間分かる。聞いてどうする。
だこれ。これは知らなかったね。いつまで経っても終わらないな。いやいや、なんだこれ。ではちょっと。この手の任務は大っ嫌い。お前は無事だったかな。茂みの中にいるやつ見つかるな。そこで何やってるんだか。燃料ある。ちゃんと確認した。で、茂みの中で、あいつどう動くかだな。あいつ後ろしか行かんのか。あっちしか見てねえか。ちょこっち行け。行けるか。もし行けそうだ。ミッション完了。サクランボルト、はいはい。うまく使えば大きな混乱を起こす、巻き起こすことが可能。はい、同士打ちを始めるのか。よし、これでブーザー次のいるか。うん、なんだ。応答しろ。テイク、なんだ。フェアウェルから逃げた日、サラをヘリでキャンプに連れてったネロの男がいたろ。あ、なんだって。あいつの名前が何だったか覚えてるか。ああ、オブライアンだろ。お前から聞かされたんだぞ。何度も何度もな。いいか、あいつが生きてたんだ。何を言ってんだ。壊滅したキャンプを見たじゃねえか。ああ、でも別のヘリの後を追って着陸地点まで行った。そしたら。おい待て、着陸地点に行ったって。お前いいから聞け。奴らは無線でオブライアンって男の話をしてたんだ。リーグ、お前、俺は何があったか知りたいんだ。ああ、今休んでろ。行けるぞ。着地ダメージ、高すぎるか。近道しようと思ったんだけど、平行にして着地するとか。分かった。そして俺にも追っ手がついた。そんな中で俺はラジオフリーオレゴンを始めた。人目につかない番を基地に各地を回った。道が来るまで埋まり、橋が壊される前に何とかしてフリーカーを止めようと。ラジオフリーオレゴンのマークを奪うのは嘘を信じ、いや、墓場に埋まってんのは殉教者じゃなくてフリーカーだ。お前が動き続けたのはバンが見つかったら吹っ飛ばされるからだろ。そうすりゃこんなラジオ聞かずに済んだのにな。はいはい、待って。いや、これいけんのか。いや、待って。道違うな。うっす。あ、押すのか。いや、押すって言ってくれよ。オッケー。
で、ツルハシか。ツルハシすぐこれからバット持ってっとけ。で、バットをクラフトしろ。OK。D は。よし、行こう。これスティックが…ちょ何これ。あいつ今避けた。あいつこれも押すの？ちょっとシャレになってないよシャレになってねっつーの、はあ、どうすんの？どうすんの？目的地に行く。まあバイクじゃなくてもいいのか。あ、荷物取れ。荷物取らなくていいの？ちょっとわかんねえな。バイクもう必要ねえのか。通行できんわ。まあ目的地が変わらんから、まあここでいいんだろう。バイクはいいんだ。薬どうなったんだ結局。薬届けんじゃねえの？アトラクターってなんだこれ。妨害物。これも移動式医療ユニットだ。注入器があるかもしれないからな。中を調べてみるか。どこだ。あー、注入器ね。パワーアップ器ね。ヒューズパネル。移動式医療ユニットのヒューズのスペアはネロの検問所で見つかる。はい。あー、ちくしょう、ヒューズが飛んでる。ネロの検問所。どうせ燃料切れだろう。だと思った。燃料探すんじゃ。燃料は上かな。ここってもう検問所だよね、ここね。うん、あの遮断機みたいのあるしね。くそ、こっちじゃねえ。どっちだ。燃料ねえもんだって。
やっぱ電源が切れてるか。そうだ。参ったね。あ、これ燃料か。あ、燃料だ。オッケー。オッケー、オッケー。いや、ダメだ。こっちじゃない。何が？やっとだ。よし、と。の、よし。よし。ダメか。え、嘘。あ、待って、これか。ヒューズが、ああ、一本ねえんだな。さてと、ヒューズなんて一体どこにあるんだよ。どこにあるんだよ。お前いい加減にしてくれよ。あっちか。いや、こっちじゃない。どっちで。ちょっとプチッとくるから。ヒューズ、ここが、ここがこん中にあんのか。ねえな。あ、まあどっか検問所にあると思うんだけど、うん、よし、調べてみるか。あ、これか。さて、調べるか。よし。何が用紙な、何が用紙なの。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。おい、スピーカー上空を飛んでいく黒いヘリが目撃された。ヘリの音を聞いた者もいるかもしれない。用紙って何。あのヘリは幻覚じゃない。ヒューズもらったの。ふふふ、俺が正しい。ネロは他の奴らと同じように壊滅した。一般的にはそう思われているが、そうじゃない。俺が言った通り、鳴りを潜めているだけなんだ。奴らは穴から這い出て、再びこの世を我が物にする日を待ってる。俺がいる限り、そんな真似はさせない。奴らが救世主だなんて夢思わないことだ。この世界で制服姿の奴らはろくでもない奴ばかりだ。あの連中は俺たちに容赦なく銃を向ける。あ、これか。ラジオフリーオレゴンのマークコープランド。こま、逆じゃねえのか。あいつらは世界を我が物にしようなんて思ってねえぞ。分かってねえな。だが確かに見つかったら容赦なく撃ってくる。うん、こうだよね、こっちだよね。はいはい、ここで途切れてねえが。なんなの？何をさせたいの？何をさせたいんだ？何をさせたいのかさっぱりわかんねえな。ここで足跡途切れて、その後俺に何しれっていうの？笑える。笑うしかねえな。なんかこっち行ったっていう、って思えっていうことか。ない、ない。もういい。行く。時間の全く無駄だ。間違ってるな。いや、間違ってるってなんだよ、お前、そら、お前。わけわからんこと言うんじゃねえよ。何に対して間違ってんのかもさっぱりわからん。頼むぞ、頼むぞ。このアウトキャストみたいになるなよ。頼むぞ。
あれは本当ね、もう即売ったからね。頼むからお願いしますよ。それは強くお願いしたい。あっちか。1キロあんのか。こっちか。これなんだ。レオン追跡ね。弱っちまったぜ。これはしかし弱ったね。1キロ歩けっていうことなのかね。歩かせるのかね。まあグラセフみたいに、まあオープンワールドならそこら辺に乗り物あるのかどうか。まあ今アイテム、バイクのねパーツ探してんのかわかんないけど、そのバイクが修理完了したら乗り回せるみたいから、あとなんだ、ファストトラベルもあるみたい。調べてみるかって何？こいつなんかボサボサ言ってるけど何？何ってかさっぱりわかんねえ。何？何言ってんのこいつ。お前ちょっとイラっとくるお前。調べてみるかってな、何をだよ。いやあ、まあまあ1キロって言っても、あ、まあ700メートルになったな、もうぶち切れている間にね。十字ボタンの下を押したらライト見たかったね。誰の懐中電灯だ。何が懐中電灯が光ってる。俺だよ。
懐中電灯だ。何がだよ。懐中電灯が光ってる。なんだよ、くそ。おい、何がよ。おい、何がよ。ちょっと、何言ってんの、お前。やられた。やられた、捕まえろ。そうだよ。照準見えません。いやいや、照準見え次がなくなったぞ。これなんかある。スクラップの使い道がいまいちよく分かってないんですね。修理かな、武器修理かな。それでできるのか。すまん。いけるぞ。いや、杉がねえか。杉あった。まああと200メートルなったけど、あのヒューズはね、何なんだろう。こっちか。まあ道沿い行けばいいのかな。行けるか。すまんが、肉をもらいたい。すまない。あいつら味方ねえやんか。味方ねえやん。はあ、びっくりした。あれだけ団体で言ったらな。弱ったな。あれ
これは参った。行け。こう早いとこ距離詰めた方がいいのかな。走ってでもなんか振り向くんだよなこいつら。何？ピーって何？いやいや、何？今のピーって何？わからん。行こう。道がわからん。ああいうマップ上のハテナってなんだろう。どう行くの？こう道沿い行くのかな。フリーカーの巣だ。一掃してここら辺のスウォーマーを減らさないと。ここら辺すべての巣を一掃する。マップ見ろ。いや、巣にマップに巣出てねえし。巣の匂いだ。この近くにあるなら。そうだ。まあ数全滅させたらそこがファストトラベルになるのかな。なんかそんなこと書いてあったんだよな。書いてあったっていうかこれで説明されていたというか。まあどっかあっちなのか。そしたら建物だろう、巣作るの。あ、オッケー。後ろに巣、後ろだな。あ、顎にいっぱいある。なんか出てきたぞ。勉強だ。今度は距離をさっさと行けや。お前あいつ何なの。頭おかしいな。普通に歩いてっても大丈夫っぽいね。金になる。なんだこのカラス。ちょっと待って。何これバカ野郎。この野郎。よし、そうだ。おい、さっきの犬どこ行った。いねえな。
何かすごいことがあったようだな。なんだこれ。何か使えるもん持ってるか。いた。なんなの？お前らなんなの？お前らに見つかった覚えはねえぞ。これ武器直すときどうすんの？あ、修理、スクラップね。あー、やっぱりスクラップだ。オッケー。嘘つけこの野郎。ちょっとムカついてくるこれ。おい、危険物どこ？危険物。ちょっとイライラする。真面目にイライラする。ちょっとね、ちょっとね、これね。ちょっと真面目にイライラするな。どうしたものかね。どうしりゃいいんだろうこれ。危険物もないところでこんな風に追いかけられてもどう死ぬしかないよね。ちょっと理解に苦しむね。これはね、ちょっと理解に苦しむね。これは本当理解に苦しむね。いやいや、これはね。あと200何メートル。おい、長押ししてるやろ。もうダメだなこりゃ。危険物もねえし、もう死ぬしかねえな。スタミナも切れるしね。危険物ねえか。ねえな。これって負けないんだろう。まあ、ここ 100m なんとかいけんか。おい、あ、援護頼む、援護頼むや。頭きてんだよ俺。あ、援護頼む。おら、爆弾だし、なんかちょっと自分ぶん殴りたいし。まあしょうがない、しょうがない。これはまあこういうことをされるのが悪いんだ。まあ、されたらどうしようもできん。これはまあ運が悪かったとしか言いようがない。ま、気を取り直していこうではないか。よし。まあね、ああいう巣をね、ちょっと個人的にぶっ殺しまくって、ファストトラベルできるかどうかね、ちょっとやっていきたい。やっていきたいというかね、それは個人的に進めておきます。まあそういうのを見せてもね、しょうがないからね。またこんなうんこみたいにね、追いかけられまくって金魚の糞みたいにね、そういうのもダメですから。あの、実況違反になりますから。ここ
ここになんかいっぱいあんな。あっちか。なんかいいもんねえか。ねえな。まあ行こう行こう。ごめんね。こんな探索ばっかしててもね、面白くねえよな、こんなもん。まあこんな探索は大幅にカットせんといかんな。おう、俺だ。もたもたすんな。おう、分かったよ。おい、入れてくれよ。タッカーとアルカイはどこだ。発掘現場だ。どこだ。どれのことだよ。北のだ。何？あっちにある。俺は歩いてきたのにバイクあるんだぜ。見張ってろ。何かあったら指をへし折るぞ。分かったよ。タク。よーし、タッカーとアルカイを見つける。あっちだ。はいはい、こっち。言ってるだろ。あたり一面、巨大な溶岩原なんだ。8メートルの岩が塞いでる。これじゃどうしようもない。泣き言はもうたくさん。そんなの分かってる。分かってない。みんな空腹なんだ。体力があったとしてもツルハシとシャベルじゃ何ヶ月もかかる。知ったこっちゃないよ。そうよ。空腹なのはみんな一緒さ。でもどれだけかかろうが、これはやらなくちゃならない。他にやることがあるわけでもないだろう。待て、話はまだだ。ならさっさと済ませな。忙しいんだよ。リッパーだ。今朝奴らが山道を越えるところを見た奴がいる。止めなかったのかい。どうやって。ただでさえ手一杯なんだぞ。どこへ向かってた。まさか奴らはこのキャンプを襲うつもりなのかい。いや、わからない。でもこいつなら。何が言いたいんだ。あ、何のことだ。アルカイ、何言ってんだい。それを知るのはディーコンじゃなくてお前の仕事だろう。え、無茶を言うんじゃない。タッカー、俺にこの現場を指揮せるか、リッパーを追わせるか、そのどっちかだ。弾薬の残量を確認してきな。ここの指揮はウィーラーに任せる。何を見てる。役立たずの顔を拝んでんだ。よしな。レオンは見つかったかい。仕事ができる男がいて助かるよ。一緒に来な。たまには生きてる人間を連れ帰ったらどうだい。あんたが喜ぶようなまともな人間はなかなか見つからなくてな。また熱で死人が出た。だからなんだ。食料が欲しいなら黙って協力しな。あんたの仕事はするが、キャンプに加わるつもりはないぞ。ああ、そういや前にもそんなことを言っていたね。なぜなんだい。そんなことしても時間の無駄だからだ。大した自信じゃないか。ブーザーはどこだい。あいつはポープランドのキャンプに向かった。取引をするってよ。やつとは切れたんじゃないのかい。なんで取引なんか。別にどうだっていいだろう。ブーザーはブーザーだ。好きにやるさ。いっそ死にたい。ひでえな。一日中こいつを燃やしてるのか。お前さんみたいな連中が仕事をするから、フリーカーの死体がどんどん積み上がっていくのさ。もっとガソリンを使って一気に燃やしちまったらどうだ。そんな余裕あるとでも。ガソリンがなくなったら
どうやってバイクを動かすって言うんだい。何か問題でも起きたのかい。そうだよ。弾薬の数が合わないんだ。なんだって。昨日の見張りは誰だい。ウィーラーだ。今夜は二人で見張りな。まったくイライラするね。了解。本当だよ。大変そうだな。キャンプってのは刑務所と同じさ。嘘つきや泥棒や殺人者が集まってくる。なぜかわかるかい。さあな。そんな連中しかいないからさ。こんな世界を生き抜いていけるのはフリーカー以上にイカれた奴らだけなんだよ。それ以外は私の保護を期待してここでぬくぬくと世界の終わりを見届けようって連中ばかりさ。そこさっさと仕事に戻りな。サイラスを呼ばれたいのかい。冗談じゃないね。真っ昼間から怠けようなんてこの私が許さないよ。まったく刑務所時代を思い出すね。あんた確か昔刑務所長かなんかだったんだっけか。そんな大層なもんじゃないよ。女子寮の看守だったのさ。クラマス州立刑務所ってとこだよ。お前も昔は悪さしてたんだろ。俺も昔やらかしたがクラマスには行ってない。仕事がある。ラーセンが昨日仕事中にマリオンフォークスで人を見たって言うんだ。一瞬だったが若い女だったらしい。その娘を探してほしいんだ。それ確かか。ラーセンをなめんじゃないよ。人とフリーカーの区別はつく。こういうの得意だろ。娘を見つけて連れてきておくれ。ああ、やってやるよ。それよりレオンの件だが支払いはどうなってる。クレジットが欲しいなら生きてる人間を連れてくることだね。クレジット。それじゃあ待ってるよ。おう。私はウィーラーを探しに行く。おう、またな。まあ女の人を見つけてきてくれって言ってたね。仕事するって。見てないと思う。分かった。なんだこれ。俺も信用できるやつの人。なんだこれは。おい、何してんの。おい、おい、何してんのお前。そしたらじゃあ、まあここついて、まあ次のミッション、アルカイを見つける？ま、今度はアルカイにお話か。アルカイ君、なんかあるかよ。うん？アルカイ、何の用だ。文句あんのか？うん？アイアンビュートにあるリッパーのキャンプから仲間が逃げてきた。リッパーに拷問されながら二人組のバイカーについてしつこく聞かれたそうだ。そいつらのことを見かけたかってな。ここらはバイカーだらけだ。俺にどう関係ある。リッパーはそいつらをモングルズと呼んでいたそうだが、お前たちのことだ。今度は追われる側か。捕まらないといいがな。アルカイ、武器を見せろ。戯言に付き合ってる暇はない。ああ、いいだろう。武器屋さんなのあんた。750円あるんだよ俺。いくらだこれ。あ、ライフル特殊ウェポンね。ショットガン。どうしよう。俺もそんな暇じゃないんだ。わかりました、すいません。すいません本当に。来いくらよ、来いくらよ。
2200円、しかも信頼レベル1必要。これ500円、たっけなおい。すまん、金ねえわ。ああ、行くのか。おう、金ねえんだ。バイクに戻る。なによし、そしたらね、まあ、バイクに戻るなんだけど、そしたら今、次回のミッションは、ファストトラベルできない？うん、これファストトラベルできるところみたいね。まあ、何か条件を満たせばファストトラベルできるみたい。で、今、ミッション、ここになんか一個あったんだけどな。まあ、いっか。ミッションなんか消えてる、消えてんのか。まあ、俺クリアしたのか。知らないうちに。とにかく、注射器とか取れなかったので、ほんともう、ちょっと、嫌になっちゃったな。ちょっとなんだこれみたいな。オッケー。そしたらね、今回はここまでにしときます。まあちょっとね、次回までファストトラベルとか解除しておきたいと思う。それじゃあまた次回、ストーリーの方やっていきましょう。またね。